んにちは。こんにちは。コロナウイルスで皆さんお家に閉じこもってると思いますけど、今日はゲストにギターシェフを迎えて、私はフードスタディーズ大阪っていうあの本を書きまして、ここにもおにぎりが出ているんですが、ギターシェフのこのフードアスレティックキッズは子どもたちが食べたら美味しくて栄養満点なおにぎりを開発されたんですよね。今日はそれを教えていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。朝とか時間ない時に、その時にパパッと作れるご飯、おにぎり、混ぜご飯をね、ご紹介今日はしたいと思います。これを全部やりましょうか。はい、もうすぐできます。まあ、きんぴらごぼうみたいな感じで、牛とごぼう、ごまを使ったですね、あの食欲が出るような、もう絶対美味しいよね。そうですね、はい、はい、甘辛く味付けます。はい、楽しいね、こうしてみんなで、お家でもこうしてみんなでお料理してくださいね。そうですね、やってほしいですね。この一人ですとやっぱ寂しいし、ね、時間かかるんで、なるべくみんなに手伝ってもらってやりましょう。ホタテ貝と、ちょっとあのコーンになって、バターの香りがあるのリッチなんですね。ベーコンと、おかかそこにマヨネーズを入れて、ちょっと香ばしく炒めてから、あの使うお子様絶対好きだって美味しそう、ね、中華風ザーサイ、シンプルです。ザーサイとですね、ごま油を入れた、梅干しとですね、しそ、しらす、昆布を使った、まあ、あっさりとしたですね、あの和風のですが、はい、本当にあのフライパン1個とボウル1個でできちゃうんで、ね、でそのいやー、よくできました。5種類もできました。楽しかったです ね、はい、皆さんもお家で作ってください。よろしくお願いします。いただきます。